Thank you.
ネームシンセらしい配色にして、サイドウッドとカボディの仕上げをして、相変わらず雑な配線を済ませたら完成。この次は機能を紹介します。呼び出すことができます。また4つのタブがあり、セーブタブでは作った音色に名前を付けて保存することができます。モードタブでは音源のモードを変更できます。 S はシングルで通常の音源モード、 U はユニゾンで同じ音色を2つ重ねて厚みを出せるモード、 D はデュアルで異なる2つの音色を選んで重ねるモードです。作って保存した音色から任意に2つ選ぶことができます。OP タブでは各オペレータの値を確認することができます。ウェーブエディットタブでは FM に使うユーザー波形を編集することができます。7つの点を動かして1波長分の波を作ります。7つの点は7つのつまみに対応します。 V を選択で縦方向に、 H を選択で横方向に点を動かします。見てみましょう。編集が終わったらアプライで波形が反映されます。作ったユーザー波形は音色と一緒に保存されます。波の形と音色の関係はよくわかりませんが、うまく使えば少ない音数で豪華な音が作れるかも。次はエディット部を見てみましょう。音を作る流れに沿ってご紹介します。まず FM 音源のアルゴリズムを選択します。アルゴリズムの形はサブディスプレイに表示されます。アルゴリズムの種類は OPM 準拠の8種類です。セレクタで編集するオペレータを選びます。選択中のオペレータは LED で確認できるのとともに、アルゴリズムのボックスにも赤い枠で表示されます。オペレータを選択したら次に使用する波形を選びます。これもサブディスプレイで確認できます。基本のサイン波に加えてノコギリ波、波、三角波、
イズ、ユーザー波形を選択できます。あとはつまみを回してパラメータを変えていきます。このシンセのエンベロープは指数カーブの ADSR でプロフェットを意識した高速エンベロープになっています。つまみが12時くらいでもまだ発音系の音になります。つまみブリブリで音を作るのが楽しいです。このシンセを作ってよかったと思います。最後にいくつか面白い音色を紹介してこの動画を終わろうと思います。皆さん、ここまで見てくれてありがとうございました。